皆さんこんにちは、もみじです。今回は、異世界転移をテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。あたしメリーさん、今異世界にいるの?です。それでは中身を見てみましょう。あたしメリーさん、今ゴミ捨て場にいるの?あなたが捨てたお人形よ。今駅にいるの?今あなたの部屋の前にいるの?とどこかの都市伝説で聞き覚えのあるフレーズの電話を受ける青年。とくれば次のセリフは決まってますね。そうですね。今あなたの後ろに。じゃなくて異世界にいるそうです。なるほど。そうきましたか。ってことでそんなわけのわからない電話に悩まされているこちらの青年が、本作品の主人公、苗原弘和です。名前の通り、平和に生きることが信条という、読み上げアプリ泣かせの新大学生です。ことの発端はその前日。体調を崩して受験に失敗し、東北の田舎から四時志望となる東京の大学に進学を決めた弘和は、星雲荘、という名の不気味なアパートで一人暮らしを始めることになります。しかも隣には、何やら怪しげな集会で盛り上がる住人が暮らしているようで、その奇怪な呪文の騒音に弘和がへきえきしていると、彼の携帯に知らない番号からの着信が届きます。しかし下手に出てトラブルに巻き込まれても面倒だからと、弘和はその着信を無視し続けますが、あまりにもしつこいその着信に耐えかねた弘和が電話に出てみると、あたしメリーさん、今ゴミ捨て場にいるの?と少女が現在地を告げてきました。あや、そのうちもう知ってますけど大丈夫でしょうか。どうやら、メリーさん、という名の人形が実際に彼の実家にあったようで、今回荷物の整理ついでに捨ててしまったらしく、弘和は捨てたゴミから個人情報が特定されてしまったとの結論に至り、通販の納品書の処理をもっと慎重にするべきだったと後悔しながら電話を切ります。例の都市伝説はご存じないようですね。それでもしつこくかかってくる電話に、セールスにせよ詐欺にせよ、きっぱりと断ろうと応対を始める以外にたくましい弘和でしたが、相手はこちらの思惑など全く意に介していないようで、淡々と自分の現在地を連絡し続けてきます。この場合、あなたの正しいリアクションは恐怖でうろたえることなんですけどね。ハートが強いです。それからもメリーさんと名乗る少女は、何度も自分の居場所を告げてきますが、弘和は特に相手をすることもなく淡々と過ごし、夜も更け、いい加減付き合いきれないと寝ることにします。こうして、わけのわからない電話、そして隣からは怪しい集会の声に悩まされつつ弘和の一人暮らし初日は終わり、翌朝スマホを見ると不在着信がえげつないことになっていました。恐怖ですね。そして、朝一の電話に出てみると、メリーさんは現在東京駅にいるとのこと。どうやら彼女は弘和が東京の大学に来ていることしか知らないようで、埼玉のアパートで暮らし始めた弘和が、彼女の勘違いに気づくと、ここでようやく、メリーさんの目的地が自分の住む場所だったことを知ります。そういやメリーさんは淡々と自分の居場所を告げていただけでしたからね。いやいや、本家もそれで気づくわけですから。やはり弘和が鈍いのでしょうか。しかしここは気を取り直し、弘和はデタラメな住所を教えて姑息に難を逃れようとしますが、3時間後、包丁を持って押し入ったメリーさんが警察に確保され、自分の妹と名乗ったことで身元引受人として連絡が来てしまいます。意外となんとかなるものですね。当然自分は無関係と主張する弘和でしたが、メリーさんの言葉を信じて疑わない警察に詰められ、関連して住所を教えることになってしまいます。こうして、思わぬ形で居場所を知られることになった弘和でしたが、警察の言う、小さな子、という表現が気になります。もしその表現が的確なのだとすれば、そんな小さな子が片田舎から一人知らない土地に赴くなど危なくないのか。そんな心配が頭をよぎります。そしてとうとう、自分が住むアパートの前まで来たことを告げられた弘和は、そんなメリーさんの大冒険にねぎらいの言葉をかけると、改めて警察に保護を求める前に、少しだけでも話を聞いてやろうかという心境になっていました。しかしその瞬間、外から隣人たちの怪しげな声が聞こえたかと思うと、現場はこんな感じになっていました。
この世界、大丈夫ですかね。そんな彼らの前にはメリーさんがおり、金髪養女を見咎めた彼らは突然、彼女を邪神様の生贄に捧げるのだと伝播なことをわめき始め、集団でおかしな呪文を唱え始めます。そこでメリーさんは、一目散にヒロカズの元を目指し、自分が部屋の前に来たことを告げますが、ヒロカズが部屋のドアを開けたところで呪文が完成。その場からメリーさんは書き消えてしまいましたとさ。養女を生贄に、死をもって償わせましょうよ。さて、唐突な横槍でメリーさんとの開口を邪魔され、最後に見た彼女の姿を幻と勘違いするヒロカズでしたが、もちろん皆さんご存知の通り、メリーさんは異世界に飛ばされていました。はい、ようやく追いつきましたね。そして異世界転移の出現先といえばもちろん森の中で、そこが選ばれる最大の理由である魔物たちも、しっかり目の前に待機中です。何もかもがイレギュラーで、異世界で通話が成立する疑問も些細な問題ですね。そんな彼女の状況説明を何かの冗談だと思ったヒロカズは、暇つぶしに付き合ってみることに決めると、早速、ステータスオープン、と唱えるよう指示します。出ますかね。出ましたね。そしてレベルが存在する設定であることがわかると、今度は目の前のゴブリンを倒すよう指示し、レベルが上がれば帰れるのかと問うメリーさんに、大概どうにかなると答えます。その後はヒロカズのアドバイス通り、包丁を構えてゴブリンに突進。苦戦しつつもなんとかゴブリンを倒しきることに成功しますが、さらに多くのゴブリンに囲まれ、メリーさんのピンチは続きます。しかしメリーさんは、ヒロカズの寝首をかくまでは死ねないと自分を奮い立たせ、ゴブリンたちに果敢に挑むと、執念で勝利をつかみ取りますが、残念ながらまだレベルは上がっておらず、レベルを上げるにはもっと強い敵が必要とのこと。するとそこでまだ息のあった一匹のゴブリンが、自分の上位となる存在を次々と上げ、その行き着く先が魔王様であることを告げると、それを聞いたメリーさんは、魔王を倒してレベルを上げ、必ずヒロカズの後ろに行ってみせると高らかに宣言するのでした。本当にやってしまいそうですね。そこですかさず、ヒロカズが目的と手段が入れ替わっていることに突っ込みを入れると、メリーさんはヒロカズの博識を称え、ヒロカズが真面目に受験勉強に打ち込んできたと懐かしみ、その姿を見てきたことを明かします。メリーさんが長い間ヒロカズを見守っていたことがわかるちょっと良いシーンですけど、残念ながらその知識、受験勉強の努力とは無関係なんですよ。こうして、若干の勘違いはあるものの、ヒロカズのアドバイスにメリーさんが感謝の言葉を伝え、メリーさんからの電話とともに、ヒロカズの新生活が始まったのでした。といったところで第1話終了です。東京の大学に進学するため、埼玉のアパートに引っ越してきた主人公と、彼に捨てられ、その後を追うも再会直前で異世界に飛ばされてしまった人形、メリーさん。そんなメリーさんの異世界珍道中を、主人公とスマホで連絡を取りながら繰り広げるコメディ作品です。結構面白いですね。まずおさらいしておきますと、本作品は怪談系都市伝説である、メリーさんの電話、という話をモチーフにしたもので、その内容は、古くなって捨てた外国製人形、メリーさん、を捨てたところから始まり、その後なぜかそのメリーさんから居場所を告げる電話が何度も届き、その都度場所が近づいてくる。そして最後は自宅前からの連絡を受け、恐る恐るドアを開けてみると、そこには誰もおらず、今あなたの後ろにいるの、との通話を最後に、惨劇の余韻を残したオチで終わるストーリーです。そして本作品は、どこかの少女がその都市伝説を真似ていたずら電話をしてくるという状況に、主人公がしぶしぶ付き合っている、といった体で進んでいきます。有名な都市伝説をモチーフとし、そこになろう特有の異世界要素を絡めた面白い発想の作品で、メリーさんの突飛な言動、そして主人公によるツッコミを楽しむ物語ですね。連絡を受けるたびに状況が著しく変化しており、そこに驚きつつ主人公が真面目にアドバイスするも、そこからまた行かれたメリーさんが状況をあさっての方向に引っかき回す、といった感じのドタバタ具合で、出落ち感強めの導入でありながらも、良い意味で読者の予想を裏切る状況を用意し、
それでいてメリーさんの性格を考えればさもありなん、といった納得感を持って話を進めているところが上手ですね。イベントのためにキャラの性格を無視した言動を取らせて失敗する作品が多い中、ここまで動かしやすく、トラブルメーカーとして優秀なキャラはそうそういないんじゃないですかね。現実世界においても、そしてもちろん異世界の定番においても知識が不足しているメリーさんのアバンヤルドなボケと、それに主人公がツッコミを入れるやりとりとテンポが読んでいて心地よいです。そしてその主軸となるメリーさんはと言いますと、謎の万能感と奇抜な思考回路で事件を起こしてくれる一方で、主人公の後ろを取り、目首をかくことに並々ならぬ執着心を持っているわけですが、それはもちろん、長年一緒にいた相手から捨てられたという恨みから来るもの、つまり可愛さ余って憎さ100倍といった思考ですから、ちょっとした勘違いですぐ出れますし、なんならものすごく嫉妬深いストーカー気質な少女で見ていて飽きませんね。まあだからこそ包丁持って押し入ろうとするんでしょうけどね。そんなわけで、メリーさんを絡めたパートでは、メリーさんのボケ、そして主人公のツッコミが上手に機能している印象なのですが、それが主人公視点となるとちょっと趣が変わるんですよね。実のところ、主人公が一人暮らしを始めた、青雲荘、なんですが、主人公が通う東京の大学でさえ噂になるほど曰く付きの物件で、メリーさんを異世界に送り込んだ邪教との他にも、主人公の部屋には幽霊が居座っており、管理人さんはなんと宇宙人です。そして主人公はそれぞれを、やかましい隣人、幻覚、そして変わったファッションの女性と認識してるだけなのです。つまり主人公視点になると、主人公はツッコミからボケにポジションチェンジし、不在のツッコミ役を代わりに担うのは、読者、という構図に変化するんですよ。もちろんそれは、メリーさんの電話をいたずら電話だと思い込んでいる点も同様で、オカルト要素を一切受け付けないという部分においては一貫しているのですが、解像度の高いメリーさんの異世界道中にノリノリで付き合っておきながら、いざ電話が終われば、いつまでもそれがメリーさんの作り話であると信じて疑っていない体で話を進めるのについては、そのテンションの落差もあって、その鈍感さ加減に多少のわざとらしさを感じてしまいます。その後都合感も、メリーさんとのやりとりを成立させる必要経費であると思えばなんてことはないのですが、それ以外の部分、特に部屋に住み着いている幽霊を、いつまでも幻覚だと言い張る様はかなり不自然で、かつそのやりとりがそこまで面白くないというのも手伝って、主人公の鈍感さアピールが少々しつこいと感じてしまいます。笑いに貪欲な姿勢は悪くありませんが、主人公の、ツッコミ役、としての属性を変えてまでやることではないかな、という印象ですね。とはいえメリーさんパートは間違いなく面白いですし、2巻から登場する新キャラは、物語を動かすのに良い役割を果たしてくれていますので、肩の力を抜いて楽しんでいただければと思います。さて、異世界転移をテーマにした漫画の紹介いかがでしたか？等身大のメリーさん人形がちょっとシュール、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。